では次の質問いきます。久しぶりに答えてそれでは次ですね。次は一番ギャップ萌えしたガルプラ生は誰ですか。これは結構みんな第一印象と性格が違う子は特に J は多かったかなっていう印象なんですけど、一番ギャップ第一印象と性格のギャップが一番あったのはもう間違いなくメイです。メイはJ の合宿の時に一人ずつこう大きな広場みたいなところに入ってて、こう全員揃ったら自己紹介するっていう機会だったんですけど、その時にメイが一番最初に入ってて一番端っこにいたんですね。で私がもう最後から3番目ぐらいで最後の方で入ってきたんですけど、一番遠いメイが一番最初に目に入ってきて、もう完成されたビジュアル、マスクしてたんですけど、もうマスクしててもが溢れんばかりのオーラがもう感じ取れて、何者だこの子はって思ったんですよ最初。でまだ話したこともなかったので、その時なんかもう完璧すぎてちょっと怖いなこの子って思ったんですよ最初。強そうだなと思って、でもそのあとすぐにメイと隣同士の列で話す機会があって、その時にもう話した途端から今のふわふわしてるメイで、話し出したらもうギャップすごってなって、最初話したらもうギャップすごってなって最初しっかりしてるんですよ、しっかりしてるんですけど、こうふわふわしてる感じとは思わなかったんですよ。だからそのギャップが本当にすごくて、一番そうですね、可愛いなってなりました。はい、可愛いよね、見た目一旦可愛らしい。じゃあレイナッチがさっき画面の向こうで見ていたので、画面越しに、あでも画面越しに、あでも歌詞大丈夫かな。まあ曖昧なのですが、ちょっと歌詞見てもよろしいですか。失礼しますね。ハロウィンはラッシーのタワーオブテラーが大好きです。はい、
がここ数年で変わったんですけど、もともと外に出る方が好きだったんですよ。なんかこうご飯食べるにしても遊ぶにしても、こう家から出てどっかに行くっていうのがすごく好きだったんですけど、ここ数年こう家にいる方が多くなったかなと思います。でも外に出るのが嫌いなわけじゃないんですけど、こうたまにでいいかなっていう感じになってきました。それこそ外に出るときはディズニー行くときとか、なんか本当にそういうずっと家でいて、たまにディズニー、たまにディズニーみたいな感じで、外に行くイコールディズニーみたいな感じに初夏前はなりつつありましたね。ご飯もなんか最近こう、まあ、食べに行かなくてもこうお家に運んできてくれたりするじゃないですか、お家ご飯とか。だからなんか家で過ごすことが多くなりました。でロコが愛犬がいるので、こう愛犬と過ごす時間が長くなったっていうのも多分あると思います。はい、ルアンタン見てる、ルアンタン、わしはルアンタンこれみんなハマってました、みんな言ってた、わしはルアンタン、シュッシュッ。お家ですよね、いいですよね。ボンベトナム with love thank you。 私も中にいる方が好き、一緒ですね。私も中にいる方が好き、一緒ですね。では次に行きますね。ユリナ、 not a question but I hope you are doing alright and stay safe always. Love youOh, thank you so much. I love you too. ありがとうございます。ディズニー行きたいね。です。髪が。次の質問です。髪があれですね。さっきお話しした中学校2年生の時にこれぐらいに切ったことがあるっていうのと、あと小学校の3年生か4年生いや3年生の時に短かったです。それぐらいですね。本当にそれ以外はずっとロングです。保育園の時も小学校中学校もその時期以外はずっとロングですね。それでは次の質問、リーナちゃんの真似っこして前髪をお求めのワイドバングにしました。お、お揃いですね、ワイドバングでこのワイドバングっていうのも、あの、このワイドバングっていうのも、なんだ、その渡韓してから自分で切らなきゃいけなかったので、なんか量を調節するのが怖くて、もう長さを揃えることしかできないんですよ。でここだけ揃えるとここがどんどん伸びていってしまうので、ここもっていうのがあのハイライトだったの、ここも切ったっていうのがあのハイライトだったのを買ってしまったっていう感じでした。でも気に入ってもらえたならよかったです。
ユートピア。あ、大丈夫ね。じゃあユートピアは、じゃあまず私の担当してたフォークシーンのところを歌いたいと思います。フォークシーのどの巨人に売りかんさる超ピラピチ。じゃサビも歌いたいと思います。ちょっと手で振り付けて聞いてはごいさくんそりろえちゃわ俺とはギタルはとピチやえそギタルはねんごいちょのピならぼるかつぬなべぴょんちょうちないユートピア。はい、ユートピアいい曲ですよね最高やないか最高ですか。ありがとうございますビビがちょこちょこコメントしてくれるの嬉しいですねゆりなちゃん、はいはい、それでは次の質問いきますね。ね、メイちゃんとはいつ仲良くなったんですか。メイとはもう初日から話してました。で、こう日が経つにつれてどんどんやっぱり仲良くなってったって感じなんですけど、いつだろうなってったって感じなんですけど、いつだろうな縮まった感じですかね。でオフの日はほぼメイは毎日ずっと一緒にいました。もう本当に毎日メイはずっとにいましたね。でメイは5歳下なんですけど、こう普段はこう赤ちゃんみたいでふわふわしてるメイちゃんなんですけど、こう考え方とかはすごくしっかりしてて、なんかこう一緒にいて年の差を感じないぐらい本当に大人で、うん、なんかすごく一緒にいて安心するし大事な存在です。本当にいい子です。メイちゃん優しくて本当にいい子。韓国人メンバーはでも4同じセルだったら4もだし、あとユートピアの時にジェヒョンと同じ部屋だったんですけど、その時にジェヒョンともすごく距離が縮まって、ジェヒョン、あとはイエソ、イエソは、私がマシロと仲良かったので、こうマシロつながりでこうイエソともずっと一緒にいる時間がどんどん増えてって、で最後の部屋ではイエソは同じ部屋で、こうやっぱりこう一緒に過ごす時間が増えていけば増えていくほどこうお互いを知ることができて、すごく距離が縮まりましたね。なんかイエソはこう練習、なんかイエソはこう練習、おお、ジェヒョンの話したらゆりなちゃん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 ゆりなお姉ちゃんよく言ってましたねみんなでもこれの考案者っていうか言い出したのはメイなんですよ。メイがゆりなちゃんゆりなちゃんゆりなお姉ちゃんってずっと言ってて、でそれをK グループの子とかがこう耳で覚えて真似するようになって広まったっていう感じですかね。でも本当に可愛いですね。これ言われちゃうとなんかもう何でもしてあげたくなっちゃいます。賢者ナセルの思い出、本当になんかすごくなんかもう3人の部屋なんていうんですかね、いい意味ですごく落ち着いてたんですよ、賢者ナセルの部屋って。なんか3人ともこう4はこうみんなでいるときはこう盛り上げてくれるんですけど、こう1人でいるときとか少人数でいるときはすごく落ち着いてる子なので、3人の空気感が本当に似てて、賢
チャナセルの部屋はすごく静かでした。でもなんかそれがお互いすごく心地よくて、なんか最初セルでインタビューがあった時にもまだお互いそんなに知らない時だったんですけど、こうお互いなんか波長が似てると思いますってお互いが言い合えてたくらい、こう最初の段階ですごく空気感が似てるなって思う、なんかすごく落ち着くセルだったなと思って、本当になんか家族みたいなセルでした。次ですね、時間をに行くってことですよね。時間を遡ることができたら、保育園の頃に戻りたいですね。なんか今はこの道でやりたいことをやってる、保育園の時にまたなんか私が小学校入ってからすぐゴルフを始めたんですけど、なんかそのゴルフもせずにまた別の人生を歩んでたら多分今の私じゃないと思うんですよ。なんかゴルフをして中学校で吹奏楽部に入って、で今の事務所に入って、でアイドル活動をして、で今の私が多分いると思うんで、なんかまた保育園の時に戻って別のなんかまた全然違うことをしてたらどういう人生歩むのかなっていうのは気になりますけど、でも今の人生が多分一番いいですね幸せです今すごく。はい、シャオティの誕生日メッセージ、いやまだシャオティの誕生日じゃないのでちょっとまだ心にしまっておきます誕生日になったら伝えたいと思います。吹奏楽部の時は何の楽器だと思いますか？当ててみてください。吹奏楽部3年間、中学校3年間やってたんですけど、でも実は中学校1年生の時の1年間だけ違う楽器で、中学校2年生と3年生ではずっと同じ楽器をしてたんですけど、おお、正解がありますね。そう、中学校の 2,3 年生ではフルートをしていました。そうで、中学校1年生ではバスクラリネットっていう、あのクラリネットのもっと大きいなんかちょっとサックスっぽい見た目のやつをやってました。はい、カスタネットカスタネット、パーカッション、いやパーカッションもすごくかっこいいなと思いますビビハートはい、お、結構こんなに時間が9時、あ、でもちょっと、え、じゃあと2個だけ質問を答えていきますね。はい、嫌いな食べ物はありますか？嫌いな食べ物は結構私が子供舌で、あのゴーヤとかピーマンとかわさびとかは苦手です。でもフルーツとか、あと麺類が大好きです、はい、あと辛いものも大好きです。韓国料理本当に大好きです。それじゃあ最後の質問いきますね。お、なんか英語が見える Do you like 民チョコアイスクリーム No, I don't like民調は民調じゃない派です。はい、以上質問コーナーでした。
たくさんの質問本当にありがとうございます。まだまだ答えられてない質問もたくさんあるんですけど、また次のインスタライブとかまた質問答えていきたいなと思うので、その時にまた質問答えていきたいなと思うので、その時にまた。早いですね、体感まだ20分ぐらいなんですけど、はい、まだ今後の活動内容とかこうはっきりお伝えすることができなくて、申し訳ないんですけど、でも絶対に皆さんと会える機会だったりとか、あと皆さんが応援していてよかったって思える姿を見せられるように頑張っていきますので、これからも変わらずに応援してくださると嬉しいです。でインスタライブも多分不定期にはなっちゃうかもしれないんですけど、タイミングがあるときにまたこうやって皆さんとこうコミュニケーション取りたいので、またこうやって皆さんとこうコミュニケーション取りたいので、今日は本当にありがとうございました。すごく楽しかったです。またお会いしましょう。はい、それでは皆さん寒くなってきたので、お体には気をつけてお過ごしください。はい、ちょっと最後にコメントだけ。ライブかまたどこかなんかいいお知らせができたらいいなと思うので待っていてください。それではありがとうございました。バイバーイ。サムサムニラシェシェ。 Thank you。 さよう。